よし、7番街スラム行ってみよう。このスラムに行った後に、おそらく死んだビル突撃。7番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある、エアリスから聞いた。へえ、さすが古代種だぜ。深い意味はねえよ。すっごく揺れてでっかい音がしたんだ。マップ情報が一部失われてるな。あ、そうだ、ちょっと潜りメダルぼちぼち入手してたから交換2個。それからここチャドリーいなかったっけ？どうせチャドリーのことだからまたこの町に来てるでしょ。ほら、いた。クラウドさん、やはりご無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。まあでも別に進んでないんだよな。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。もうちょっとで終わるバトルレポートはある。これで、ちょっと秘密基地にお邪魔。 あれ塞がれてんな、入れない。そうだ、左に行けばいいんだ。途中すごい地響きだったな。誰か無事ってことはあるのか。あそこだ。なんか別のルートができてたりして、あのコルネオの紋章、さっさと抜けちまうぞ。仲間の安否。ここ前はしごを下ろしたから楽に行けるか。モンスターはいるんだ。あのゴロつきまた出たりして。よし、やった。止めた。勝負あり。よし、ガンガン進むぜ。突っ走りすぎるなよ。うん、いけるな。あーで、バレットマテリアすっからかんになってたから、あまりでいろいろつけてみたんだけど、完全にサポートキャラになってるな。ただバレット銃弾で細かいダメージを敵に与えるから、クリティカルが出やすくなるようなマテリアをつけておく分にはいいと思うな。攻撃回数多いんで。行き止まりだ。ちっ、あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。こっち行くんだ。別ルート。メガポ。そんなちょっと横にそれただけで危険なモンスターになるか。なってそう。容赦はしない。災難だったな。ドクター。畳みかける。そこ。沈め。うっちゅ。止めた。よし。あり。よし。次に備えろ。うん、分かってる。まあでも戦闘が終わると毒消えるからありがてえ。
まだいる。何が来ようが一緒に止めてこいや。運よく電気が大体効くが、なんだこれ。私に任せて。よし、ここで決めよう。終わり、出番だよ。クラウドちょっと麻痺してる。レベルアップ。よし、シャワー浴びたいな。こっちは何にもない。しばらくクラウド新しい剣を手に入れてないな。軽い相手だ。うん、いける。ここの戦闘 BGM が一番好きかもしれん。モンスターが散ってる。バレット、待ってました。ぶっ放せ。デュエルバーストこいつ。逃がさねえぞ。こいつな、回転しながらカッター回すからな、攻撃しにくいんだよな。落ち着いていく。おう、任せとけ。どう、頑張る。セキラ止めた。よし、次もこの調子。クラウド体力が。リジェネは戦闘時でしか使えないのか。なんもない。わー、メカだ。暴れがいがあるってもんだ。どけ。雷弱点ではないのか。魔法使ってみよう。あ、いや効いてるな。左腕、よし、うわー、沈黙だ。あっつい。いや、毒は一旦無視だ。まず倒しちまえ。危ない。あー、死ぬ。オートケアルだ。気合入れとけ。あ、オートケアルやっぱ便利だ。あっつい。よいしょ。みんなピンチだ。クラウド、流れを変えなきゃ。ちょっとティファはバレットに任せよう。やめてそれ。え、どう、近づけないな。これなくなんないかな。なくなった。いって、よし、あっちゃ体力。動き方を見直そう。あ、クラウドの体力3000になってる。ここも落書きまみれ。おっと、ベンチかアイテムかな。あ、宝か。プレートガード、かっこいい。あー、防御力を主に上げるのか。
クラウド変えようか。チャンピオンベルトとプレートガード、マテリアは引き継ぎと。もうちょっと回復しとこう。もっと MP 欲しいな。入ってない。魔鉱石はどこだ。おっと、ゴロツキピーポーいるな。一瞬で終わりだ。びっくりするぐらい弱いんだよな。よし、メカと比べりゃびっくりするほど弱い。またいた。余裕だぜ。はい。あ、でもね、それはちょっと強い。待ってました。邪魔だ。逃がさねえぞ。おりゃ、いけるか。勝てたね。あ、アイテムある。エーテルか。今さらエーテルか。エーテルターボでいいんだけど。あ、まだいる。あ、でかいのいる。あれ、ベーゼル、こいつら。ちょっとやめてやめて。でかいやつだけ強い。いや、お前、前競技場で散々痛めつけてやったろ。頼られちゃな。おりゃ、はい、バイバイ。一人だけ強いやつがいる。こいつだ。こっちはどうだ。逃さない。勝てる。ティファーの技を確認。これだな。お、うまく回避できた。ジャイアントバグラー、あ、攻撃すれば体勢を崩す。クラウド、やめて。何外してんの。俺の見せ場だ。で、こっちこっちこっち倒そう。クラウドがまずい。よし、ティファーはカーカと落とし、クラウド、よし、でバレット、よし、期してるぜ。バレット危ない。まだまだ。はい、終わったな。またこいつら証拠りもなく同じような倒れ方しやがって。重力玉、魔鉱石入ってないな。まだいるなら回復しておこう。よし、抜けたか。こいつらちょっと毒も厄介だし、はっつきも厄介だし。クラウド、ティファー毒食らったな。おりゃ、なあ、またついた。俺の見せ場だ。それ、
期待してるぜ。邪魔だ。来い。どうだ。よし。つけてんな。うん、結構通過できたな。痛くはないよな。まだモンスターがいるようなら回復するけど。あ、ゴロつきではない人たち。こっちから抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。確かこっちの道を使えば五番街スラムにたどり着くはず。静かになった。あ、公園だ。わあ。ワイマー、無事だったか。命だけはな。他の奴らは。わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。大家さんとかがわかんないな。どこから手をつけたものか。安心して休んでください。臨時所、ん？この子供は。姉ちゃん、大丈夫かな。きっと大丈夫さ、きっと。エアリスが助けた子供、猫を探していた子供だ。で、臨時アイテムショップのようなところが、あ、臨時武具屋もある。何があるかわからない。備えはしっかり。旅の途中で、うん、ちょっと万能薬をちょっと買っておこう。高いんだけど。気をつけてな。七番街か。おう、忘れ物しまってな。そうか、あんまり物はないが見てってくれ。いや、ショップを開いてくれてるだけありがたい。内容変わってるな。買いたみがある。おっと待って、アンガーマックスが使えるぞ。この武器かっこいいから買っちゃう。装備一新しようか。よし、バレットとティファー、なんかめちゃくちゃ弱いアーマーついてたからいいものに変えた。で、マテリアもたくさんついた。よし、あれよ、これでバレットがアンガーマックスを何でもや使ってくれ。使えるようになった。いらないものを売ろう。よし、またいつでも来てくれ。じゃあ進もうか。こっから地下通路へ。脱出途中の住民か。いや、まだ不安定だ。ほら、あともうちょっとだ。すぐそこが。
わ、バレットの片腕かなりごっつい銃になったな。それでもあそこにはいられないだろう。どこに行くんだって言われてる。今までだって何とかやってきたじゃないか。ちょっと様子を、おしんら